慶、石田大和くん、お元気ですか？私の方は、まあ、ぼちぼちです。この前はどうもありがとう。少しの間だったけど、話ができてとても楽しかった。直接言うのがはずいので、そのお礼の手紙というか、カセットというか。学校の方はどうですか？バンドばっかりやってるとバカになるので気をつけてくださいね。まあそういう私も最近は高校の方はご無沙汰なんですけど。あ、そうそう、この前大和くんのお友達が遊びに来てくれました。面白い子ですね。それにあだ名がガブモンって、なんか笑っちゃうかも。